先発は7月8日以来という藤浪。2回鈴木誠也のタイムリーヒットでカープが先制。その後ワンアウト3塁となって阿部、まあ、いずれもカープの機動力、盗塁も生きています。3回の裏です。再びカープの攻撃、ルナ今シーズン初めてのスリーベースヒット。松山初球、これで3対0。4回の表、福留のツーベース。その後ツーアウト三塁となって鳥谷のランナーを置いてのタイムリーヒットは5月19日甲子園のドラゴン戦で若松から打って以来という久しぶりのタイムリーヒットです。しかし5回の裏、藤浪がキャッチャーの石原に押し出しのフォアボールを与えてしまい、4対1、再びカープ3点リードと変わったマツダスタジアムです。